はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、千葉への移住をおすすめする房総イズムで住宅を作ったり、設計者が集まる飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線の設計現場での学びを共有します。今の時代に必要な設計者としての考え方や設計実務に使えるネタをお話ししています。今日はですね、いつもの事務所ではなくて、黒船ホテルさんという下田のホテルさんからの放送です。僕らがこうデザインをした、スイートが、客室スイートができましたので、そこに泊まりながら、ちょっと自分で使ってみてチェックをしているところです。話は全然違うんですけれども、今日はですね、尊敬する人とだけ働こうというテーマでお話しします。これはですね、僕が20代の頃から今、40代なんですけれども、ここに至るまでですね、常に意識して仕事をしてきたってことなんですよ。で、この考え方はおそらくね、50代になっても60代になっても変わらないかもなって今思ったので、皆さんにお勧めできるかなと思って共有します。なぜ、尊敬する人とだけ働くことがいいのかと、価値があるのかというとですね、これはですね、無駄な時間をね、使わなくていいからなんですよ。でね、なぜ、ちょっと解像度を上げてお話しすると、こう3つのいいことあるなと思っていて、1つ目が自分の能力を引き上げてくれるんですよね。で、2つ目がストレスがあんまないんですよ。ストレスが感じられない。そして3つ目が、シンプルに仕事が早く終わるなと、ね、だからこう時間が結構余るというか、効率的に働けるなと、どんどん次に行けるなというところが、結果として残るということがおすすめなポイントです。一つずつね、もうちょっと深掘りしてみると、一つ目のね、自分の能力をね、引き上げてくれるっていうのはですね、自分にない能力だったり足りない能力がですね、その人は持ってるんで、僕の先輩とかね、上司とかって持ってるので、こう見て感じて学べるって感じなんですよ。やっぱり実務を通してね、できる人と一緒に仕事をしていると分かりやすく学べて、自分がこう引き上げられる感覚ってあるんですよね、能力が。だから、尊敬する人とね、やっぱ仕事した方がいいかなと思うんですよ。で、次の2つ目のストレスがないっていうのは、やっぱね、自分が苦手なところをこう任せられるんで、そうなると自分の役割どこってこう次探しますよね。で、自分の得意な領域がまず見つかりやすいんですよ。で、自分の好きな得意な領域の仕事って基本的にはストレスを感じないんですよ。だって得意ですから、やっていて得意だから人から褒められるし、それによって楽しくもなっちゃうんでね。で、最後3つ目の仕事が早く終わるっていうのはですね、苦手な仕事をやるから時間がかかってしまうわけで、得意な仕事を、それ人それぞれね、それぞれの役割分担とかでやっていれば、そりゃ仕事も早く終わりますよね。仕事が早く終わるってことは自分の時間が余るわけなんで、また違うことに時間が使えるということになります。ここが今日のパンチラインというかポイントになります。でね、僕が20代の頃、要は経験値が、ね、ない時に、自分のこの尊敬して自分のことを尊敬してくれる人っていうのが、ね、いるのかな、そんなのって思ってたんですよ。一緒に働いてくれるのかなって。だってこの考え方、要は尊敬する人と働きましょうっていうのは、それぞれがウィンウィンの関係じゃないとね、成り立たないんじゃないかなと思いません？思ったわけですよ、その当時。でも、若い人にしかできないことっていうのも実はあってですね、これね、40代今になって結構気づくんですけど、若い世代と働くようになってやっぱ気づくことって多くて、例
えばね、僕ならこう新しいことどんどん挑戦していきたいんだけど、やること多くて、もともともう既にやらなきゃいけないものが多くて、さらにこう新しいことを挑戦したいってなると、まあ時間がシンプルにない、足んなくなるんですよね。で、若い頃は時間があるんで、代わりに自分がこう突っ込んでやることができるんですよ。ここまで結構ポイントですよね。あと体力的に若い人の方が能力的には強いっすよね。だって徹夜だっていざだってできるし、僕今徹夜もできないっすね、もうさすがに。で、何よりも体がよく動くんですよ、若い時って本当。で、あとは IT とか新しいことどん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 今、特に今の時代で進んでっちゃうじゃないですか、世の中が。で、なるべく追いつこうと思ってるんですけれども、脳みそがねフレッシュな方がやっぱり早い、ついていくのが、ストレスも少ない、それに対する。で、他にもね結構あると思うんですよ、探せば。まあでも これだけでも十分、若者だから、20代だからって尊敬されないってわけじゃないと思うんですよね。できるのことってあるんですよ、新しいこととか。で、尊敬とは違うことかもしれないけど、少なくとも求められる能力っていうのはあるってことです。でね、今日はこう尊敬する人とだけ働こうというテーマで話してみましたが、どうでしたかね。結論はですね、尊敬する人とだけ働くと自分の能力が引き上げてくれて、ストレスがなくって、結果的に仕事が早く終わるよね。で、そうすると時間的な余裕ができるからいいよねってことを言いたかったですね。で、逆に言うとね、尊敬できない人と働いているとですね、無駄な時間がめちゃくちゃ増えて、なかなか進まないってことですね、人生が。で、皆さんもこの考え方って持っておいた方がいいかなと思ったので、今日共有しました。最後にちょっとだけお知らせさせてください。飲食店デザイン研究所が監修した、建築知識2月号小さな飲食店の作り方という雑誌が発売されてます。まあこれなかなか言い忘れてた、去年の2月ですよ、出たの。で、これってインテリアデザイナーを目指す、特に飲食店をやろうとしている人は、結構実務的に役に立つと思います。だって実践で僕が知ったことを書いただけの本なんですけど、結構うまくまとめてくれてるんですよね。やっぱ編集者の方ってプロだなと思って、読んでます。僕も忘れるんでよく、使ってたりしますので、皆さんもぜひ買ってみてください。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、非公開の LINE グループに入っていただき、設計者や施工者のやり取りを見て学んで仕事につなげちゃおうって感じでやってます。設計者としての自ら仕事を取っていきたい方は挑戦する価値ありです。まずは LINE、無料公開されている LINE のオープンチャットの方の URL を貼っておきますので、興味がある方は覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。